試合前には車いすテニスの小田凱人選手によりますセレモニアルピッチ始球式も行われまして、素晴らしいゴールを投じました。さてゲームですが、先発井上温大、初回に2アウトから山田にフォアボールを与え、迎える4番の村上、センターバックスクリーンへ6年連続20本となる先制のツーランホームランを浴びました。対するスワローズの先発ピッチャーは高橋奎二、初回ランナーを出しましたが、ここはジャイアンツは無得点です。ただこの2回の裏の攻撃になります。大城がこの全力疾走で内野安打で出塁、坂本のこの当たりはもう少しでフェンスを越えるかという大きな当たりになりましたが、これでツーベース、ランナー2人を貯めて7番の岸田、これが逆転のスリーランホームランとなりまして、ジャイアンツが3対2と試合をひっくり返しました。ゲームは3回の表、ランナー2塁1塁となって5番のオスナ、ここは空振りの三振でピンチをなんとか切り抜けました。その裏の3回裏、ランナー2塁の場面で大城、セカンドの頭上を越えるライトへのタイムリーヒット、これで4対2とリードを広げました。4回の裏のこの丸の当たり、レフトへの大きな当たりになりましたが、ここは宮本ファインプレー、まだ試合の流れを渡さない、そんなファインプレーが出ました。中盤の5回の表、ツーアウトを取った後の2者連続フォアボール、そして5番のオスナにタイムリー、5回途中で阿部監督が井上をマウンドから下ろしました。4対3と1点差。ただ直後の5回の裏、ランナー1人を置いてヘルナンデス、左中間スタンドに運ぶホームランで6対3、リードを3点に広げ、続く4番の岡本、2者連続のホームラン、レフトポール横に持っていきまして、リードを4点差としました。先発の井上の後を受けた船場様がプロ初打席でこれが初打点もマークしました。自らリードを広げて8対3。8回の裏ですが、ここはセンターの大谷ファインプレー、序盤はレフトの宮本、そして終盤はセンター太田、外野手のファインプレーが出ました。9回ピッチャーはバルドナード、ランナー2塁に置いて2番の宮本がここはうまく運んでレフト前へのタイムリーヒット、8対4としています。ランナー2人を置いて村上という場面でしたが、最後はバルドナードが村上を三振で試合終了。ジャイアンツは連敗を4で止める勝利、8対4でジャイアンツが勝ちました。